さあやっていただきました。ユタメイドインジャパンオープニングアクトです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。どうでした？緊張した。久しぶりの、ね、対バンでしたけど、はい、でもすごくあったかくて、か意外とあの知っていたって、もっと知らない回って言いたかったのに、意外と初めましてだよって人って言ったらあんま手上がるもん。あ、なかった。上げてくれなかった時として。どっちかなっていう。今日はありがとうございました。大事な告知とか、はい、あ、11月の27日に、渋谷スターラウンジにて、セカンドワンマンライブ、ワンミュージックのライブありますんで、よろしくお願いします。スターラウンジね、スターラウンジ待ってます。11月、もうちょっとだね、1ヶ月頑張ってください。ります。ユータメイドインジャパンでした。ありがとうございました。じゃあてーん。それでは2番手のマイピアールドロップさんです。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すげえ楽しかったっす。いやーね、あのケンさんとはね、確かにプライベートでまた声で、やっぱり嬉しいです。ありがとうございます。逆に僕、ケンさんと本当に10年前ぐらい、10年前ぐらいで前の番組に対談とかさせていただいてる。やばいよね、10年前やばいよ。ここで再会できるのと思ってますよ。よく覚えてますよ。いや、2回目ありがとうございます。さあ、告知事をございましたら、現状ライブ予定が決まってなくて、ないので、うん、なので、Twitter だったりホームページだったり SNS をフォローしていただいて、順次、情報が上がってると思いますので、こちらでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。 IT& ドロップで、ドロップスで、ドロップスです、はい、ドロップスで検索してください。ということで、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では、いただきました、ケンタくんです。ありがとうございます。どうでしたか、今日は。同じことしてた。前回、天丼で。いや、めちゃめちゃ本当に楽しかったです。ありがとうございました。いや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 、ありがとうございます。前回に引き続きね、ありがとうございます。そして来月も出させていただきます。よろしくお願いします。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 最初の告知事があれば、最初の告知です。皆さんに、皆さんに、11月の28日に、ダンダンとして、全国リリースとなりました。おめでとうございます。ありがとうございます。あのベーベリッシュなので、ぜひよろしくお願いします。いらっしゃいまー。ありがとうございました。いや、ありがとう。ちょっと通ってないですね。はい、ということで、本日のゲストの方はます、ひろゆきクラブベリーズ。最後、ありがとうございます。いやー、もう結構聞き慣れた曲ばっかりやった。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごく楽しかったです、ね、前回も、はい、読んでいただいて。朝日が昇るまでいいね、完璧です。ということで、はい、いかがでしたか。いやー、楽しかったです。あのね、僕まあ、普段チーム以外でこのソロでライブすることが、うん、まあ、数的には少ないんで、もうむちゃくちゃ毎回緊張して、うん、今日も本番前までずっとめちゃくちゃ緊張したのですが、今日ステージに立つと、うん、いい意味で全て解放されてですね、ずっと終始気持ちよくライブできたので、これもあの、ガンジンパワーのおかげだとしか僕は思ってないんで、ありがとうございます。最高でした。ありがとうございます。いやいえ、こいつかな。さあ、ということで、告知の方。あ、そうですね、ブリジットチームの方でですね、あの10月の26日に、名古屋のダイヤモンドホールでですね、あの東海、ごめんなさい、嘘です、違います、名古屋というですね、仮想のハロウィンの時期なんでイベントがあるので、僕たち以外にもあのシーモーさんであったりとか、ノーバリーノーズ先輩であったりとか、たくさん、あと MDJ、 おー、MD、ぜひあのチェックしてもらえたらと思います。あの僕たちこ の, あのイベントですね、マジで毎年全力で仮装に命をかけてるんで、にわかな仮装だったらガチで先輩に怒られるっていうイベントなんで、ぜひ皆さんもあの仮装を楽しみで、ね、来てもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。いや、えい、それでは本日、ひろゆきブリジットでした。ありがとう。ぶっさやってまいりました。早く早くない。これ乱暴です、今の人。詳細です。ありがとうございました。ありがとうございました。もくんかい、もくんかい、持ち続けい。お前ちょっと久しぶりだからって乗ってねえ、乗ってねえ。ってことでした。あ、すごい、あの楽しいイベント、素敵なイベント、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、こういう中なんで、うん、
ね、言っちゃいますけど、はい、ね、あの儲かってるんですから、このイベントで儲かってるんです。小林さん、変な人です。はい、ということで、どうでした？楽しかった。楽しかったです。ありがとうございました。また一緒に、ぜひぜひ。ね、また呼んでください。お願いします。なんか次告知しようか。あの、10月の29日に、あの、ハルくんのイベント出ます。そして11月も出ます。そね、はい、こういう形で、あの、ソロで、こういう形のライブをするのが、もう、残り、実は。どこにも言ってないんですけど、あ、でしょ、またね、あの告知します。重大発表あるぞ、これ。はい、ということで、はい、ガンジーさんでした。どうもありがとうございました。逆転して、挑戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おりました。最後のインタビューはガンジンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日どうでした？いや、とてもやっぱライブっていいよね。バンドでいいよね。やっぱ音数も多いし、やっぱこう圧力もあるし、パワーも圧力圧力圧力ね。パワーがね、すごいみなぎる感じはね、なんだろう、僕らの心もすごくみなぎると思う。奮い立つよね。いや、奮い立つような感じがします。ということで、次のガンジンのライブはですね、はい、大事なライブだけ言いますね。そうしましょう。11月の4日でございます。はい、リリースパーティー、川口の初行です。はい、ワツコミのリリースパーティーです。はい、そして、12月の19日、はい、ワンマンライブ、ここ京都同じ場所です。西英福ジャムで行います。皆さん、ぜひとも遊びに来てください。お願いします。ありがとうございました。それでは最後にケンさんの一言。俺についてこい。Come with me.